2020シーズンのプレナスなでしこリーグ一部は、なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで全試合を生中継で配信しています。10月からは全試合実況付きでご覧いただけます。会場で流れる音楽の著作権の関係で、キックオフ直前まで場内の音声をオフにしてお届けしておりました。またハーフタイムも同じように会場の音を消してお送りします。どうぞご了承ください。この時間は2020プレナスなでしこリーグ1部第17節、アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザの一戦をお送りします。会場は新潟市のデンカビッグスワンスタジアム。アルビレックス新潟レディースはホーム最終戦を迎えました。実況担当は滝沢雄一です。新潟市を天候は晴れ、予想最高気温は15度、降水確率は午後 0% となっています。上空は雲一つない秋晴れ青空となっています。やはり秋が深まってまいりましたので、空気は冷たいですが、絶好のサッカー観戦日和となっています。こちら今日はアウェーゲームになります日テレ東京ヴェルディベレーザは全身グレーのユニフォームです。前半左エンドがホームのアルビレックス新潟レディースです。ここまで10チーム中4位、勝ち点は26ポイント、終盤に来て2連勝できました。このホーム最終戦、勝てば今シーズン初の3連勝となります。対戦相手は日テレ東京ヴェルディベレーザ。こちらは順位は3位、勝ち点が29、つまり新潟とすれば今日勝てば3位の日テレと勝ち点で29並ぶということになります。日テレ東京ヴェルディベレーザ9勝2分け5敗の勝ち点29の3位と、残念ながら6連覇、史上初のこの連覇の更新はなりませんでした2020シーズン。しかし両チームとも来シーズンからは日本女子サッカーリーグ初のプロリーグ、ウイリーグに参入します。ウイリーグ参入へ弾みをつけるためにも、この両チームとっては多分最後であろうこのなでしこリーグ一部の残り2試合のゲーム、大事にしたいところであります。殿下ビッグスワンスタジアム、今日はメインスタンドはもちろんバックスタンドも開放されました。アルビレックス新潟レディースホーム最終戦、対戦相手は日テレ東京ヴェルディベレーザ、4位新潟対3位日テレの直接対決です。2020プレナスなでしこリーグ1部第17節、アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザの試合が始まりました。前半左エンド、全身オレンジのユニフォームがホームのアルビレックス新潟レディース、そして前半右から左に攻めるのがアウェー日テレ東京ヴェルディベレーザです。松田から有吉、そして長谷川唯。殿下ビッグスワンスタジアム、風はさほど吹いていません。秋深まる冷たい風ではありません、冷たい風ではありますが、さほど強くはありません。上尾延、背番号10、新潟。長谷川、日テレです。そして中盤、再び長谷川、左サイドで、ここで中里が受けました。では両チームのスターティングメンバーをご紹介します。まずホームの新潟です。ゴールキーパー高橋、ディフェンス4バック予想で松原、イヒョギョン、三浦さつき、北川光。そして中盤が園田優奈、川村優里、千野菜々美、園田瑞希。そして前線に木野風花と上尾延恵です。
前節から1人変えてきました。アルビレックス新潟レディース率います奥山達之監督です。ここでカット、川村がサイドを変えようとしましたが日テレがカットしました。右サイド、日テレのキャプテン清水梨沙が追いかけようとしますがタッチを割って日テレボールのスローインです。ふわっと浮かせて長谷川ヒールで、ただここはキーパーに戻しました。もう一度清水です。一方のアウェーのベレーザです。ゴールキーパー山下戻ってきました。こちらもフォーバック予想だと思われます。登録メンバー順にご紹介しますと、ディフェンダーが清水、村松、松田、有吉、ミッドフィルダー菅野、三浦、宮川、中里、フォワードが長谷川と宮沢というふうに今日は登録されています。率いますのは永田雅人監督です。日テレそして新潟ともにフォーバックのチームであります。イヒョギョン、おっとここでグッといきました。宮沢ひなた、高橋のキックはこれが抜ければというところでありますが、最終ライン日テレ村松そして山下、あ、このは追いかけます。この風化松田氏の、そして左サイドバックは今モール持って6番のが有吉沙織です。今日はやはり有吉が左サイドバック、センターバックが松田氏のと村松、右サイドバックは清水です。村松から松田そして有吉、一旦ボランチを経由して縦を送って宮沢ひなた左サイドですが、ここはイヒョギョンか、大きな拍手です。背番号15、韓国の代表にもなりましたイヒョギョン、今日は新潟は中村をがベンチにも入っておりません。まあ、ですのでイヒョギョンがセンターバックに入っています。清水最終ライン下げます。コノが少し追いかける形、上尾延もくっついていきますがそこまで強くまだプレスはかけません。新潟、うっとここで少し球が離れたところでオレンジユニフォームが圧力をかけてまいりました。松田氏の、宮沢、長谷川、長谷川にはすぐ取り囲みます。縦につけてコノ、29番は千野七海です。日テレボールに変わりました。ゴールキーパー山下彩香が6試合ぶりに戻ってきました、なでしこジャパンメンバー。あといい位置でカットしてシュートに行く、ファーストシュート、新潟背番号14北川光です。全試合スタメンに入っている北川光、左サイドバックファーストシュートです。試合が始まって5分が経過しました。殿下ビッグスワンスタジアムです。上空は見事な秋晴れです。雲一つ見られません。川村、ここで日テレボールに変わる、ちょんと当てて宮川から一度大きくクリア、北川セカンドボール、日テレ回収、清水です。松田中盤の攻防、ここで千野七海、下部組織から昇格してきて今シーズン1年目です。さあその地のクロスが入る、このボールはキーパー山下、日本代表がしっかりとキャッチしました。
さあすかさず空いているスペースへボールを送る日テレ。ベレーザは今日は、まあ、ボランチの底はやはり菅野と今ボールを松田に預けた選手ですが、ボランチの底が菅野と左に宮川麻人、今ボールを運んでいるのは14番の長谷川優衣ですが、ここで清水ワンタッチで送ります。ぐっと圧力をかけていきますが、最終ライン日テレです。左に中盤は左に宮川、まあ、右に中里、まあ、さらに三浦成美も、まあ、中盤そうですね、組んでいるという形になります。まあ、ここで5番の宮川麻人です。で6番の有吉で長谷川優衣、長谷川は今日、まあ、登録上はフォワードになっているんですが、まあ、やはりこの選手はトップ下ということになるんでしょうか。まあ、ここ最近は木下と宮澤ひなたというツートップが多かったんですが、今日は木下がベンチスタート、まあ、さらに A 代表の小林理香子、チーム最多得点の13ゴールの選手がベンチにも入っていません。そして植木理子も今日はメンバー外となっています。日テレ東京ヴェルディベレーザ、清水がクロスを入れてくる、速いボール、有吉、中入ってくる宮川、新潟の方は今日は右サイドバックに松原志保が入っています。新潟の最終ライン4バックは右から松原、イヨギョン、三浦さつき、北川光です。5番の河村優里、まあ、チームの心臓ともいえるプレイヤーです。千野回収してすぐコノに当てる、右サイド松原も上がろうとしましたが、ここは日テレボール、新潟のカウンターを阻止しました。日テレ東京ヴェルディベレーザは、まあ、やはりかなり中盤のメンバー流動的になっています。さてここで長谷川がいい形でボールを取ってミドルシュートを狙おうとしましたが、イヒョギョンの足に当たりました。今シーズンここまで7得点、ミドルシュートも多くなっている長谷川優衣、積極的に狙っていきました。10分が経過しています。0対0、両チーム得点ありません。アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザです。29番千野七海、右サイド少しためを作る格好、松原志保、右サイドバックがクロスを入れる、キーパー山下、戻ってきた守護神の山下です。日テレここは数的には同数になります。つながりませんでした。上尾延から再び知野、そして小野です。まあ、この選手がスピードのあるプレイヤー、おっと抜けた、裏を取った、知野の波シュートに行ければチャンスですが、戻りました、松田志乃が戻りました。いいカバーをしました。新潟早い出足から潰そうといきます。日テレ東京ヴェルディベレーザ、まあ、チームの一つのスタイルというのがポジショナルプレー、常に相手よりいいポジションを取る、相手より優位なポジションを取って攻守ともに主導権を握るのが日テレ東京ヴェルディベレーザのスタイルです。
一方のアルビレックス新潟レディースは比較的、まあ、守備を重視した、まあ、しっかりと守るチームであります。イヒョギョンが前へ送ろうとする、まあ、数字上でこの両チームの対照的なのは、新潟はリーグ最少失点が15、浦和と並んでリーグ最少失点です。まあ、16試合で15失点。一方の日テレ東京ヴェルディベレーザは得点が43、これはダントツの最多です。まあ、ですので最も点を取られないチームの新潟対最も点を取る日テレ東京ヴェルディベレーザの今日は一戦ということになっています。そして順位が非常に近いです。4位新潟が勝ち点26、3位日テレが勝ち点29。新潟としてはホーム最終戦、勝てば日テレと勝ち点で並びます。松田縦につけるが、ここは園田優奈、日テレ有吉、そして宮川が少し中盤運んで一度下げて菅野と、宮川今度右を使おうとするか。ここで三浦成美です。長谷川、三浦、松田、村松、日テレの選手は全員敵陣に入っています。うんと、ここでボールがこぼれました。さて新潟カウンターに行ければというところでありますが、松原志吾が持ち運んでいく、右千野七海、ただ日テレも戻っています。裏を取ろうとしましたが、このボールはカット。新潟最終ラインです。イヒョギョン、そして4番が三浦さつきです。左サイドバックが北川光、このあたりは不動のメンバーです。アルビレックス新潟レディース、そして5番が川村優里、そして10番が上尾留恵、左サイドが7番の園田瑞希となっています。アルビレックス新潟レディース、なでしこリーグ一部は今日を入れて残り2試合です。優勝は浦和レッズレディースが6年ぶりに決めました。日テレ東京ヴェルディベレーザの連覇を5で止めました。まあ、残すは順位というところ、上位争い2位以下は混戦です。まあ、2位のアイナックから5位のセレッソまでが勝ち点6ポイントの中に4チームがあります。まあ、ですので、まあ、最終戦まで、まあ、今節の結果もあるんですが、分からなくなる可能性があります。日テレ東京ヴェルディベレーザはなんといってもこのなでしこリーグ一部、まあ、絶対女王の立場を守ってきたチームであります。まあ、今シーズンは惜しくも6連覇を逃しましたが、背番号14長谷川、日本代表、左足でクロスを入れる、このボールは逆サイド通ればというところです。三浦成美、まだ日テレボール、下げて清水です。ワンタッチで長谷川ですが、ゴールキーパー新潟は高橋智子です。14節から4試合スタメンということになっています。地元新潟出身、新潟の下部組織から新潟医療福祉大学女子サッカー部、アルビレックス新潟と、166センチのゴールキーパーです。まあ、非常に足元の技術も高い選手です。新潟も平尾という A 代表に匹敵するゴールキーパーがいるんですが、この高橋がゴールマウスを終盤戦守っています。0対0、両チーム得点ありません。村松から松田、松田が持ち運んでいきます。中央突破、長谷川に当ててワンツー、中里が出せればというところですが、ここは新潟潰しました。松原、川村、そして下げます。宮澤はここではプレッシャーかけませんが、ま、これを今見る限り今日の日程は突
ップ下が中里ですね。そして長谷川優也、やはり宮澤ひなたの2トップという位置関係になっています。まあ、日テレ東京ヴェルディベレーザは、まあ、442のいわゆるダイヤモンド形式を取っております。今日のトップ下は7番の中里、右に三浦成美、左に宮川里、中盤の底に菅野音というふうになっています。左から園田が上がってきてクロスを入れる、いいボールだ。日テレに当たってコーナーキック、両チーム通じて最初のコーナーキックはアルビレックス新潟レディース。前半まもなく18分というところです。まあ、身長差でいきますと新潟の方に分があります。日テレはまあフィールドプレイヤーで160代後半の選手が今日はいません。キッカーは上尾延。さてさほどゴール前に人を集めませんでした新潟。どんな狙いがあるのか。上尾でのキックは再びコーナーキックになります。ディフェンスは上がりませんね、アルビレックス新潟レディース。まあ、日テレのカウンターを警戒してゴール前にさほど上がってきません。まあ、ただ北側、さらには三浦さつきという長身の選手います。上尾で2回目のキックはこぼれて、ここセンターバックの三浦ですが新潟スローインです。両チームまだ決定的なシュートシーンというのは生まれていません。日テレ陣内でありますが新潟のオレンジユニフォーム、ここはプレッシャーをかけていきます。さて取り返しました。まあ、今日はボランチの威嚇になります園田優奈です。まあ、新潟は園田生が2人います。川村優里ストライド長い、松原、日テレも新潟の目を潰していきます。コノがここで裏を取ればチャンス。この風化早めにクロスを入れてがカバーに入った、うん、ただまだある。川村送って上尾の目打てるか、下げて園田優中、いいシュート、バーを直撃、いいシュートを見せました園田優奈、背番号16、第12節以来6試合ぶりの出場となりました園田優奈、いいシュートを見せました。再びこの松原志吾、園田優奈送って園田瑞希、あっとただここは際どいところ、オフサイドフラッグ上がりました。20分が過ぎています。0対0、両チーム得点ありません。新潟にいいシーンが一つありました。園田優奈のミドルシュート、クロスバーに当たりましたが場内沸きました。運んでいく松田、有吉、そして5番の宮川麻人、追い越していく有吉、クロスが入ります。このボールは越えてセカンドボール、長谷川から清水へというところ、ヘディングでつないでこぼれたところ、競り合いは長谷川が打ってくるがキーパー正面でした。
今日の試合審判が主審が桐原純子さん、副審が浅野裕樹さん、阿部達也さん、そして第4の審判に川上達郎さんが入っています。なでしこリーグ一部第17節、アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、前半半分が終わったところで、今日も前後半1回ずつ飲水タイムがあります。桐原さんの笛が吹かれました。アルビレックス新潟レディース、背番号10、チームの顔といえる上尾野辺恵、今画面の右端に映っているこの選手なんですけれども、今日はホーム最終戦、このビッグスワンで最終戦を迎えるのはとても気持ちが入ります。勝ち点3が取れれば順位が変わる可能性がある、絶対に勝ちたいというふうに話しています。一方こちらがアウェーの日テレ東京ヴェルディベレーザです。前半戦は4連勝も取りまして、やはり6連覇目指してという浦和を追走するシーンがあったんですが、リーグ折り返してから実は連勝がありませんでした。そして連敗もしてしまいまして、最終的に浦和レッズレディースに2試合を残しての優勝を決めさせてしまうという悔しい2020年のシーズンというふうになりました。ただまだ残り2試合あります。サポーターに見せるべきプレー、チームの姿はあります。前半の飲水タイムが終わりました。0対0、まだ両チーム得点はありません。右から左に攻める、今日は全身グレーのアウェー日テレ東京ヴェルディベレーザです。村松、松田を超えて有吉、松田氏の、今シーズンは何といっても日テレとしては、シーズン序盤でどこを迷うという日本代表にも入る守りの要センターバックを大きな怪我で失ってしまった。その長谷川がドリブルで突破してくる、中入ってきた、一気に距離を取ってボックスに入った、宮川、オレンジユニフォームが固めました。松原、ただ有吉がプレスをかける。シーズン序盤にセンターバックのこの柱の一人、どこを失い、さらにこのシーズンが始まってからもう分かっていたことであるんですが、まず最前線エースの田中美奈がアイナック移籍、そして籾木優香という長谷川と攻撃のタクトを振るっていたプレイヤーが、さてここは新潟、園田瑞希、いい出だしでカットした、そして前、この風化に送る、このスピードがあるぞ、カバーをしました村松、止めました。村松も昨シーズン大きな怪我で思うようにいかず、今シーズンは前節を除き全試合出場を果たしてチームの守備に貢献しています。昨シーズンのいわゆるこの5連覇を果たした時の主力メンバーが抜けた中、下部組織、メニーナ出身、そういった若手、そのあたりを実戦で使って、底上げをして永田監督今シーズン臨んでまいりました。ここまで9勝2分け5敗、順位としては3位です。日テレ東京ヴェルディベレーザ、2位のアイナックとの勝ち点差が3ですので、残り2試合今日も入れて2試合ありますので入れ替わる可能性、1つ昨シーズンまでの女王として、2位フィニッシュで終えるというのは大きな命題であるかと思います。勘の音、三浦成美がサイドチェンジで長谷川、中里、長谷川、
そして宮川、いろいろ選手が絡んでくる。さてここから崩すのが日テレの真骨頂、有吉、中里、有吉が持ち上がるが一度下げて菅野音、まあ、この選手もメリーナから昇格してきてこのアンカーの位置確立しました。最前線は宮澤ひなた、浮かせて長谷川、清水が絡んできた。いやただここは園田瑞希でしょうか、いいディフェンスをしました新潟です。蹴り返した千野です。この両チームは前回の対戦が第4節8月に味の素フィールド西ヶ丘でありました。結果は2対2のドローですが非常に劇的な試合でした。まあ、日テレがイヒョギョン・コノのゴールで新潟が2対0とリードしたんですけれども、まあ、日テレが89分に遠藤、さらに追加タイムに小林理香子のゴールでなんと同点に追いつくという、まあ、そんな劇的な試合で2対2の引き分けに終わっています。前回8月の対戦です。最終ライン、さてここ小野がそのまま追いかけていきます。長谷川に出た、日テレスペースがあるぞ、新潟は中盤空いています。宮川入ってきた、三浦、あーっとちょっとボールが離れてしまった、キーパーへ。アルビレックス新潟レディースの奥山監督からすれば、まあ、前回の8月の2対2の引き分け、まあ、最後の最後で追いつかれるというこの悔しい結果なんですけれども、試合を通じて選手は成長しなければいけないと、まあ、こういった際どい試合を勝ち切るメンタリティを身につけなくてはいけないと、うまく時間を使う駆け引きの部分も持ち合わせ勝ちを引っ張っていきたい、まあ、地道にやるべきことをやっていくというふうにこの第4節で日テレと戦った時の悔しいこの引き分けを振り返っていました。まあ、それから3ヶ月が経ち、シーズン終盤ホーム最終戦での日テレとの2回目の対戦、0対0で間もなく前半30分です。まあ、最初に大きなチャンスを作ったのはアルビレックス新潟レディースです。ただ互いに守備の意識も高いです。まあ、新潟も非常にまあ日テレの攻撃、まあ、そのあたりを十分警戒してのこのディフェンス、まあ、2列目の選手もまあ最終ラインまで戻ってくる、そんな守備を見せています。30分が過ぎました。三浦がまた裏へ蹴り返していきますが、山下から松田です。宮川麻人、左から有吉、中里、ターンして再びドリブル、中を通す、両チーム非常にコンパクトにゲームを進めています。フィールドプレーヤーがこのフィールドの3分の1のところ、真ん中3分の1にほぼ全員が集まっています。非常に密集した中激しい中盤の攻防を見せています。
アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、まあ、順位を決める意味でも、まあ、どちらかに勝利が入れば非常に大きな試合になります。特にそれは新潟にとってホーム最終戦、まあ、勝ち点3を上げられれば締めくくりとしても、そして、まあこまあ、順位を決めるという意味においても変わっていきます。まずはワンタッチ、川村カバーに入りました。今日右サイドバックに入っている松原志保です。有吉、松田氏の中里、うんとここは読んでいました。園田瑞希、川村、まあ、中里、まあ、今日は一応トップ下の位置にはなるんですけれども、まあ、この選手は元のボランチでもありますし、相手の出足を積むのも上手い選手です。長谷川は縦横無尽です。全試合、まあ、1人唯一スタメンを果たしている選手、まあ、欠かせないプレイヤーです。両チームの指揮官、新潟の奥山監督、日テレの永田監督、ともにテクニカルやりの最前線でくっと試合を見つめています。ここで裏を取ろうとしますが、三浦と宮沢、さらに清水も絡んできた。北川が出しましたが、日テレのスローインです。前半34分過ぎています。この川村、この選手はボールは取られません。スルスルと園田優奈、園田優奈、そして上尾延、さてカメラをポーンと送ってくるが、ここはコノには通りません。今度は右から松原志保、ドリブル、コノに当てて園田優奈、コノ、千野です。ここで千野が中へ送る松原ですが、コノ小柄ですが非常にテクニックがあります。プレスをかけていく新潟、長谷川がこの低い位置でボールをさばきます。おっと、いい取った、いい形、シュートに行く。最後は10番の上尾延めぐみでした。2006年から新潟一筋15年目、2011年ドイツワールドカップの優勝メンバーです。今シーズンは15試合で1点、前節の伊賀戦で今シーズン初ゴールを挙げました。アルビレックス新潟レディースの神髄、チームの顔が背番号10、上尾延めぐみ。その上尾延とツートップを組むのはこの風花です。この入った左、園田瑞希ですが、日テレも長谷川が戻って足を出します。園田瑞希、中央付近、左に振って松原、千野が中で仕掛けてくるか、少し中を取ってボランチの川村の上がりを待った。川村しかし取り返す、いいプレー、ワンツーから打てるか、日テレも戻る、まだある。新潟、千野がサイドを変える、北川光、ここに清水がつく。A 代表経験者対決、
マッチアップ、北川が抜く、ボックスに入った、クロスを送るが低いボール、コーナーに逃れました。日テレ、ベレーザも粘ります。攻める新潟、守る日テレという時間帯でした。前半37分が過ぎて、新潟今日3回目のコーナーキックになります。ちょっと日テレの清水がスパイクがちょっと脱げたんでしょうかね。あ、すぐ立ち上がりました。さて新潟のコーナーキック、やはり全員はあまり上がりませんね。ベレーザのカウンターも警戒します。キッカーは上尾野辺恵です。サポーターの拍手を受けながら、いいキックがこぼれた、あっと笛が鳴りました。ファールがあったんでしょうか。日テレ東京ヴェルディベレーザも、まあ、コーナーキックでもすでにもうカウンターを意識して、もう前には3人がもう幅広く待っているという状況でした。まあ、ですので新潟も、おっ、このボールは抜けた、上尾野辺、このボックスシュート、右にそれていきますが、いいシーンがありました。相手のボールを奪って背番号9、この風花は日体大フィールズ横浜から加入してきました。今シーズン12試合で6得点、チーム1点を取っています。チームの得点力アップに大きく貢献しているのが背番号9のこの風花です。日体大フィールズ横浜でなでしこリーグはもう昨シーズンも経験し、13試合で6点、まあ、このキャリアハイにも既に到達しているこの風花であります。ベレーザの攻撃、菅野から右サイド清水、中を通す園田、新潟ボール、この小さい体ですが当たり負けしません。そして北川光、取り返した中里、宮沢日向、三浦成美、持ち運んで斜めに入っていくが、ここ潰しました。いい、園田優奈でしょうか、潰しました。新潟ボール。そして三浦さつきセンターバック、キーパー高橋、川村につけるが、このボール少し乱れるとすぐに日テレも奪い返していきます。まもなく前半40分です。0対0、両チーム得点ありません。松田、村松、宮沢日向、駆け引きをする。松田はサイドを変えようという狙いでした。今度菅野と中央から、中里が右に振って清水、前には三浦、低いボールで通してきた、ボックス内、清水、サイドを変えるか、松田、村松、狭いところを縫ってくるのがベレーザの特徴。一度蹴り出したイヒョギョン、ボールはベレーザ、今度は左から有吉です。菅野と、新潟はいわゆる 4-4-2 ですね。中央、川村、カットしました。ただ日テレもすぐに奪い返しに行く、このボール、まあ、新潟としては取ったボールすぐ前線に送れば、まあ、この風花というスピードの選手がいます。それで一気に局面を変えられます。ベレーザもそのあたりは十分警戒して、今日は村松、松田氏の、さて宮沢日向、前を向いてボックスに入った、仕掛けて勝負に行った、抜いていった、折り返してチャンス、長谷川には打たせませんでした。三浦、まだあるぞ、西行、イヒョギョンです。
その前のプレーでも足を出したんでしょうか。日テレ中に入っていった宮澤ひなたのいいプレー、新潟のディフェンスをえぐっていきましたが得点には至りません。さあコーナーキック、日テレ今日これが最初のコーナーですが、変化をつけてきてシュートに行く、弾いた、もう1回これも潰した、まだあるぞ、3回目バー、村松のシュートでした。日テレ東京ヴェルディベレーザ、お互いに決定機、クロスバーに阻まれました。前半終了間際42分、日テレ東京ヴェルディベレーザ怒涛の攻撃、新潟ゴール前、しかし新潟も防ぎました。クロスバーにも助けられました。まあ、前半ある意味このまま終わればお互い様というこのクロスバーに当てた決定的シーンです。この園田優奈、左追い越して園田瑞希かというところですが、新潟ボールのスローイン、新潟は左サイド北側、園田瑞希、まあ、さらに上尾延も合わせると、まあ、左利きのいいボールを上げる選手が揃っています。まあ、ですので、まあ、両サイドのクロスというのは非常に新潟にとっては大きな攻撃の特徴です。日テレ取り返しました。44分前半過ぎています。キーパー下げます。高橋は蹴り出します。セカンドボール、ベレーザ回収、うんと、ただここは出足が良かった園田優奈、血の、うん、ただコースを塞ぎました。宮川麻人、マイボールにしました。村松は右サイド、清水を使います。さて清水が、あっとここは三浦直里がオフサイドということになりました。非常にコンパクトに集中した両チーム守備ポジションを取っています。前半まもなく追加タイムに入ります。45分が過ぎました。前半のアディショナルタイムは1分の表示がなされました。目安は1分程度です。アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、2020プレナスなでしこリーグ1部は第17節今日を入れて残り2試合です。殿下ビッグスワンスタジアム、秋晴れ快晴のもと4位の新潟対3位の日テレのゲーム、前半追加タイム0対0、両チーム得点は生まれていません。互いに決定的なシーンは1回ずつありました。共にクロスバーに阻まれるというそんなおあいこの状況。長谷川うまく引き取って宮川麻人、有吉がサイドはグッと上がっていきますが、前半もうほとんど時間がありません。目安は1分程度のアディショナルです。さて長谷川はここでつけるが、有吉カウンターに行けるか、新潟日テレボール、目安は1分程度。今桐原出身時を見ました。最後の攻撃といけますでしょうか。その前に笛が鳴りました。前半が終わりました。アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、プレナスなでしこリーグ1部第17節、前半が終わって0対0、共に得点は生まれませんでした。
新潟市の殿下ビッグスワンスタジアムからお送りしています。それではハーフタイムも会場の音を消してお送りさせていただきます。映像を送らせていただきます。ご了承ください。後半が始まるまでしばらくお待ちください。
なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信しております。10月からは全試合実況付きでご覧いただいております。2020シーズンは今日を入れて残り2試合です。今節入れて17、18節と大詰めを迎えてまいりました。殿下ビッグスワンスタジアム、新潟が世界に誇るこの巨大スタジアムで、アルビレックス新潟レディースのホーム最終戦の相手は日テレ東京ヴェルディベレーザです。前半終わって両チーム得点はありません。エンドが変わります。後半左から右に攻めるのがアウェーのベレーザ、そして右から左に攻めるオレンジのユニフォームがホームのアルビレックス新潟レディースです。前後半でのどうやら選手交代はないようです。今後半がキックオフされました。第17節、アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザです。前半は互いに決定的なシーンが1回ずつありました。共にクロスバーに阻まれるという、そんなおあいこの状態でした。後半均衡は破れるんでありましょうか。4位の新潟対3位の日テレ、勝ち点差は3ポイントです。ホーム最終戦の新潟、この試合に勝てば3位の日テレと勝ち点で並ぶことができます。一方の日テレとしては2位のアイナックとの勝ち点差が3ポイントですので、この試合に勝利を収めなければ、明日アイナックが試合行われるんですが、2位の座が難しくなってくる、そんな試合です。なでしこリーグ一部は浦和レッズレディースの6年ぶりの優勝は決まりましたが、その他の順位はまだ最後まで分かりません。2位から5位までは混戦になりつつあります。勝ち点6の間に4チームがいます。長谷川が仕掛けるシュートにかブロック、ホーム最終戦を迎えたアルビレックス新潟レディース、終盤に来て2連勝、今日勝てば初めて3連勝ということになります。奥山達之監督が復帰して2シーズン目を迎えています。昨シーズンは6勝6分け6敗のイーブンの成績でした新潟、それで6位ということで、常に昨シーズンの成績は上回ることが決まっています。新潟は5位以上は確定しています。あとはどこまで上げられるか。現在4位、新潟の過去最高順位は2014年シーズンのエキサイティングシリーズ最終シリーズの3位と、神尾延べボックスに入ったチャンスか、まだある、このボールは途切れました。リーグ3位というのが新潟の最高成績、それを狙う、さらに、なかなか難しい状況ではあるんですけれども、2位の可能性がなきにしもあらずです。裏へ通そうというところ、スピードがある、ボックス内入ってなんとか耐えました。宮澤がスルスルと裏を取りに行きようとしましたが、ここは三浦さつきのカバー、イヒョギョンもくっついていきました。両チームとも最前線宮澤この風化と、一瞬で相手の裏を取ることができる、スピードある選手を置いています。新潟、今日はこの殿下ビッグスワンスタジアム、神尾延べの言葉の通り、まさにすごく気持ちが入る
そんな最高の舞台でのホーム最終戦です。メインスタンドはもちろんバックスタンドにもサポーターお客さんが入っています。選手たちに声は出さなくても温かい拍手、時には熱い、そんな思いが響いてきます。まだ得点は入っていません。0対0です。新潟は今節が日テレ、そして来週の最終節がアウェーで2位の神戸との対戦ですので、まあ、その意味では、まあ、よもやすれば、まあ、2位まで上がる可能性はあります。可能性残されています。3位ももちろんあります。一方の日テレ東京ヴェルディベレーザ、まあ、6連覇は阻まれましたが、まあ、女王の意地、この両チームはウイリーグ参入が決まっています。来シーズン、来年からはプロチームとして日本女子サッカーに新たな一歩を築いていくチームであります。おっと激しいチャージ、ここはいよいよ負けません。中盤、三浦当てて宮澤ですが、清水へというところ、清水下げて村松へ、ここでぐーっと上尾延が上げてくる。松田持ち上がる、有吉一旦当てて、ここで中里、新潟陣内じわじわと入ってくる日テレ、あカットしました園田瑞希。さて新潟、ここから三浦、園田瑞希、北川が高い位置を取って左サイド上がってきた。この選手は大きなチャンスメイクができる北川光、いいクロスまでが、うんとちょっと味方の上がりを待つ格好になったか。園田優奈、北川再び仕掛けていく、ボックスに入ってクロスが入る、ふわっと柔らかいボールが逆サイド、まだあるぞ、神尾のシュートは有吉に当たった。ただ場内からは大きな拍手です。新潟持ち前のサイドから攻撃シーン、シュートシーンを作りました。コーナーキック、これが後半が初めてになります。アルビックス新潟レディース、まあ、やはり前半同様そんなに選手がゴール前に詰めかけてくるという感じはありません。まあ、長身の川村、さらには三浦さつき、北川光は入っていきますが、まあ、ベレーザのカウンターを警戒して3人4人は後ろに戻っ後ろで待機しています。キッカーは園田瑞希になりました。園田のキックは巻いてくる、いいボールだ。セカンド、大きなスペースがここに生まれています。さて日テレ、まあ、当然カウンターを警戒していました新潟ですので、ここは日テレはカウンターは難しくなる。イヒョギョンがいました。そしてキーパー高橋蹴り返します。このボールがスポンと上尾延に渡りました。さて上尾延、体を入れられました。うまく入れた清水です。あ、長谷川です。そして三浦、失礼、ここは村松でした。そして清水梨沙、松田氏の、宮沢ひなたがスイッチを入れた。ボールがポーンと送られてくるが、カバーに入った三浦、日テレ清水梨沙、で村松、菅野と松田志野、長谷川がぐーっと前線引っ張る。日テレの永田監督はベンチに下がって後半はまず試合を見ています。一方の新潟の奥山監督は前半同様テクニカルエリアの最前線で試合を見つめています。
前後半選手の入れ替えはありません。清水斜めに入れてくるがキーパー高橋。では新潟の奥山監督のハーフタイムのコメントです。守備はラインコントロールに気をつけること、連動しながら狙いを持ってプレスをかけていこう、奪った後のボールを大事にすること。一方の日テレの永田監督です。全員のベクトルを相手ゴールに向けよう、立ち上がり10分でビルドアップからのチャンスを複数回必ず作ろうと話しています。日テレは一つ、そのようなビルドアップから相手陣内に攻め入っているというシーンになっています。前を取った長谷川、ボックス内シュートブロック、川村です。前半からボールを保持している時間は日テレ東京ヴェルディベレーザの方が長いです。菅野左サイド、有吉フリー、中を取った、中盤長谷川に渡る、浮かせてヘディング、中里が入ってきたが体を入れる、おっとこれはヒヤッとするシーンでした。新潟としてはまだあるぞ、ボックス内混戦、キーパー高橋取りました。日テレがぐっと圧力、攻撃への軸さらに強くなってまいりました。全員のベクトルを相手ゴールに向けよう、永田監督のこの指示、昨シーズンまでのなでしこリーグ一部5連覇の女王、日テレ東京ヴェルディベレーザ、A 代表にも直近で5人輩出、20歳以下の代表にもメニーナ含めて5人、さらには17歳以下の代表にメニーナが5人入るという、まさに日本の女子サッカー界を築き支えている名門中の名門、日テレ東京ヴェルディベレーザ、今シーズン6連覇は逃しましたけれども、永田監督の求めるこのポジショナルプレー、主導権を奪うこのサッカーというのを残り2試合十分に目に焼き付けさせて、来シーズンのウイリーグ参入に弾みをつけたい、景気づけといきたいところです。先に選手交代をするのは日テレです。右サイド清水、下がった位置で長谷川、この位置から、ただ新潟の非常に守備の意識も高いです。もうフィールドプレーは全員ディフェンスです。もうここは守備の時間帯、中央通す、蹴り返す、日テレが2人選手を変えていきます。木下と遠藤純が入る準備をしています。日テレ東京ヴェルディベレーザ、後半ベレーザがボールを保持します。新潟陣内でゲームが進んでいきます。攻撃の圧力を高めてきましたベレーザ、左有吉、新潟は守備の意識、セカンドボール、再びベレーザ、ボールが切れません。右から清水、三浦成美、菅野音、中央ワンタッチ、これがつながればというところでありましたが、相手キーパー高橋に渡ります。一旦攻撃が切れます。
日テレは木下と遠藤純がもう入る準備ができています。後半始まって間もなく14分です。両チーム無得点です。神尾延前を向いて右血の並み、新潟久々の攻撃になる。追い越して松原志保中へ入れてくる。ベレーザボール前線、このボールが一度切れたところでどうやらここで選手交代ということになります。ベレーザ中里と背番号6の有吉が下がります。有吉が下がって18番の遠藤純、さらに24番の木下桃香が入ります。24番の木下桃香は20歳以下の日本代表です。まあ、遠藤純もフランスワールドカップのメンバーという控え選手も非常に層の厚い日テレ東京ヴェルディベレーザです。遠藤純はそのまま有吉の左サイドバックに入ります。まあ、そして木下桃香は多分やはり最前線ですね。木下と宮澤ひなたの2トップになりました。川村逆サイドに展開する。北川光ヘディング、北川が持つと非常にこの期待感が高まるというのがサポーターの反応でも分かります。背番号9はこの風花です。自身の目標は9ゴール、まあ、ここまでキャリアハイに並ぶ6ゴールを挙げています。まあ、新潟の上位進出にはもう欠かせないプレイヤーになりました、この風花。ベレーザはやはり宮澤ひなだと木下桃香の2トップ、そして長谷川優がトップしたという形になりました。中盤はダイヤモンド、そこがアンカーの位置に菅野音、中盤の右が8番の三浦成美、左が宮川麻人というふうになっています。で最終ラインが今ボールの13番の松田篠と3番の村松智子です。で右サイドバックキャプテンの2番清水梨沙、清水梨が持ち上がっていく。菅野と運んでいきます。うっとこのボールが通りました。宮澤ひなた、オレンジが一気に囲みます。まだプレッシャーに行く。さあ混戦、後ろから清水はつないでいく。三浦切り返した、ボックスに入ってシュートに行けるか。しのぎました、アルビレックス新潟レディース。神尾延、園田優奈、再びベレーザボール。菅野と長谷川、ベレーザ攻撃のギアがさらに上がってきます。永田監督はテクニカルエリアに出てぐっと試合を見ています。一方の新潟の奥山監督が一度ベンチに下がりました。オフサイドフラッグが上がりました。まあ、新潟もそろそろ選手交代があるんでしょうか。後半が始まって間もなく18分です。0対0、まだゴールは生まれていません。アルビレックス新潟レディース、まあ、ここまで8勝2分け6敗なんですけれども、8勝のうちの無失点が6回あるという、まあ、クリーンシート6回という、まあ、非常にこのやっぱ守備力を物語る成績を残しています。1対0で勝った試合が4回あります。まあ、ですのでこの守備をが崩れない、まあ、そして僅差の勝利をものにできるチームがアルビレックス新潟レディース。まあ、今日この絵が裏を取れればチャンスになるぞ。左サイド上がってきた、遠藤仕掛けるボックス内、クロスが入ってふわっとしたボールは逆サイドに抜けていきました。
ただベルディベレーザ、日テレとしては左サイドバックにこの左利きの遠藤純が入ったというのは一つ攻撃には大きな力を与えます。三浦前線、新潟としては、やはり守備力を生かしているチームですので、ここまでの試合転換というのは、一つ理想の展開であります。あとは点を取れればというところになると思います。ベレーザのこの分厚い攻撃をしのいでいる状況。長谷川、対するベレーザは何といっても今シーズン16試合で、43得点挙げています。右サイド清水のクロス、いいボールだ、こぼれて川村、落ち着いて処理しましたがまだあります。遠藤純が行きます。左足でいい精度のボールを蹴ってきます。遠藤純、永田監督は一つ言葉が入りました。一方の新潟の奥山監督がゆっくりとベンチからテクニカルエリアに出てきました。ただ選手交代はないようです。アルビレックス新潟レディース、後半も20分が過ぎています。0対0の無得点、トータル65分過ぎました。後半に入って一層ベレーザが攻撃のギアを上げていくというところ、この入れ替われればというところでありますが、この風化、この選手が前線できっかけを作ってくれれば新潟としてはチャンス。再びコロに入った、左足でシュートに行くがブロック、園田優奈、最終ライン、今日はイヒョギョンと三浦さつきのコンビです。左サイドバック北川光です。いいシーンありました。神尾延べ、園田瑞希、左利きの園田瑞希、神尾延べ、北川光、精度のいいものがあります。ボールはベレーザ、ベレーザの左スク、遠藤純が高い位置をもう取っていた、早めに送ってくるが、このボール三浦さつきのカバー。新潟の最終ラインも集中しています。当然点を取りに行かなくてはいけないんですけれども、守備のリスク怠りません。両軍の指揮官はそれぞれテクニカルエリア、また試合を見つめています。カウンターに行ければというところ、千野奈々美、ボックス内に入った、クロスが入る、チャンスは越えればというところですが、松田志乃か村松でしょうか、よく当てました。まだある神尾の目がクロスを送って、チャンスだ、越えてくる、合いませんでした、わずかというところ、千野奈々美。いやー、ブロックに行ったのはベレーザの宮川麻人です。宮川も最後まで体をつけて千野奈々美のダイビングヘッド、ダイビングを止めました。打たせませんでした。背番号5、日テレ東京ヴェルディベレーザ、宮川麻人。大きなシーン、そして後半も半分が間もなく過ぎようとしますが、失礼、まだ飲水タイムに入りません。後半23分過ぎました。新潟も、先ほどまで防戦一方という感じだったんですが、カウンターのチャンス、攻撃の機会狙っています。0対0無得点で68分が過ぎました。菅野、三浦、センターバックの村松、そして清水、早めに送ってくる、セカンドボールに木下が行きますが、
新潟もこの中盤の選手ディフェンスの意識高いです。川村からこのさあボランチの川村が上がってくる大きなストライドで一気に距離を取ります。ただ日テレも長谷川でしょうか、奪い返しました。そして左から遠藤純、クロスが入ってこのボールはキーパー、ただ遠藤が左サイドに入ったということで非常に攻撃に分厚さ厚みを増しています。日テレ東京ヴェルディベレーザー、4位の新潟対3位の日テレ、勝ち点差は3ポイント。新潟としては、まあ、順位もそうですが今日は何といっても殿下ビッグスワンスタジアムでのホーム最終戦です。あっとここはもつれました。この風化相手選手と交錯してまだ立ち上がれませんが、あっとどうやら立ち上がりました。この風化です。試合は続きます。日テレが3人目の選手交代に行きます。背番号20の坂口瑞穂が準備をしています。右から三浦成美、長谷川、タッチを割りました。ここで先に飲水タイムになります。多分坂口はその後に入ってくると思われます。後半も半分が過ぎました。今25分手元の時計で過ぎていますが後半の飲水タイムです。新潟県新潟市の殿下ビッグスワンスタジアムから2020プレナスなでしこリーグ一部第17節アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザの一戦をお送りしています。後半の26分が過ぎて0対0、両チームゴールが生まれていません。3位の日テレ東京ヴェルディベレーザ、勝ち点は29、4位のアルビレックス新潟レディースは勝ち点26、新潟が勝てば勝ち点で並ぶというそんな大きなゲーム、そしてホーム最終戦でもあります。舞台はアルビレックスにとって大切な地、殿下ビッグスワンスタジアムです。そのこの殿下ビッグスワンスタジアムでも思い出を刻んだ日テレ東京ヴェルディベレーザの背番号20坂口瑞穂が入りました。坂口は2010シーズンと11シーズン2シーズンアルビレックス新潟レディースに在籍しました。まあ、その時の監督が今率いています奥山監督の1回目の監督時代でありました。まあ、チームメイトには上尾延、そして河村優里もいるという、まあ、フルス対戦という坂口瑞穂が日テレ東京ヴェルディベレーザ入りました。やはりアルビレックス新潟レディースのサポーターから拍手が今場内アナウンスありました。坂口瑞穂というアナウンスで古巣の坂口に相手の温かい拍手が送られています。その坂口瑞穂はやはりこの、まあ、攻撃を司る心臓の部分に当たるプレーヤーでありますから、坂口はもう前線です。まあ、非常に圧力を高められる、もう明確にこの永田監督のメッセージが分かるこの選手交代。坂口最前線、まあ、センターバックの村松を下げて坂口瑞穂を投入です。日テレさあその坂口に送ろうというところ、まあ、ですので日テレは背番号5の宮川麻人が最終ラインのセンターバックの位置に下がりました。宮川が最終ラインに下がって前線
最前線近い位置に今坂口がいるという、まあ、非常にこのインパクトのある布陣になりました。日テレゴールをこじ開けられるか。遠藤が仕掛ける、クロスが入る、キーパー越えるがそのままゴールライン割りました。中田監督、ベレーザ1回時計を見ました。74分過ぎています。まあ、ベレーザは攻撃的なカードを次々と投入、3人の選手交代をしました。まあ、前線には坂口も置いています。一方のアルビレックス新潟の奥山監督はまだ選手交代しません。まあ、今シーズンはまあコロナ禍ということもありまして、なでしこリーグ1も選手交代は5人まで認められています。まあ、交代回数はハーフタイムを除いて3回までです。持ち運ぶ菅野、75分過ぎました。残り15分です。クロスが入る、セカンドボール、ここ園田瑞希が戻っていました。遠藤、そして坂口瑞穂、ためを作れます。圧倒的な存在感をピッチの中で放ちます。その坂口のクロス、ふわっと浮かせる。再び坂口が絡んでいこうというところ、松田志乃、まあ、センターバックも攻撃に絡んできます日テレ。まあ、ある程度新潟のこのカウンターのを警戒しながら点を取りに行かなくてはいけない、もう時間帯になってきました。0対0です。無得点でゲームが来ています。持ち運ぶ、ここでオレンジが4人囲みますが、さて日テレ、逆に言うとサイドにはスペースがあるぞ。三浦成美、右清水梨沙、クロスが入る、セカンド菅野、ここでこの風花が足を出す。まだベレーザボール。宮川麻人、センターバックにポジションを変えました。そして菅野、さて、うまく剥がしました松田志郎、宮澤ひなた、坂口、左足でクロスを入れてがキーパー高橋しのぎました。アルビレックス新潟レディースです。さて新潟もそろそろこの辺りで動くようです。奥山監督動いてきますね。2人選手交代するようです。均衡は破れるんでありましょうか。アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、殿下ビッグスワンスタジアム、上空は見事な秋晴れです。空気は冷たくなりましたが、まあ、絶好のスポーツ日和で行われているなでしこリーグ終盤一部の第17節、日テレとしては、まあ、今日残り2試合で今日勝てなければ、まあ、2位というのが難しくもなってきます。まあ、当然アイナックの結果次第にもなってくるんですが、アイナックとの勝ち点差が3ポイントありますので、新潟、神本部、笛が鳴る、新潟ボール、あと早めのリスタート、あー、ここはキーパー山下、いい出足、そして日テレのカウンターだ。長谷川、坂口、そして左宮澤ひなた、持ち運んでいく、下げて菅野と左から遠藤純、まだ入れない、溜めて、うん、ボックス内、さてボールが切れたところで新潟選手交代です。
炎風花と血の七海が下がります。そして滝川夢背番号17、こちらですね。さらには背番号の石渕萌美が入りました。石渕はこれは初めてメンバーに入って、まあ、今シーズン初出場ということになりました。石渕萌美、石渕萌美は関西学院大学卒業した初めてのなでしこ一部リーガーです。この電化ビッグスワンスタジアムで記念すべき初出場ということになりました。奥山監督、まあ、ここで初出場の選手を使ってきました。アルビレックス新潟レディース、まず滝川夢はやはり茅野に代わって右サイドに入っています。まあ、そして石渕はフォワードですので、まあ、やはり最前線ですね。まあ、小野に代わってフォワードですので石渕もそのままフォワードに入っているという状況です。残り10分を切りました。アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザー0対0です。神尾延べ、滝川入ってきたなとフラッグが上がってしまった。オークサイドです。場内観衆の発表がありました。電化ビッグサンスタジアム、今日は1700人以上のお客様が詰めかけています。メインスタンドはもちろんバックスタンドも開放されています。アルビレックス新潟レディースのホーム最終戦です。石渕、おーキーパー山下出てきました。おいし、新潟も、まあ、攻撃前線の選手を少し変えて、新潟としてももう10分、残り10分切りましたので、ある程度攻撃に重きを置かなくてはいけない時間帯です。まあ、当然日テレ相手ですからリスクは生じますけれども、ホーム最終戦です。まあ、0対0のままで終わらせたけはありません。さあ石渕が取った、笛が鳴りました。日テレボールです。ゴールは生まれるんでありましょうか。82分が過ぎました。前線に送る園田瑞樹、園田前持って神尾延、左打って石渕、さあ石渕大きな拍手が湧きます。追い越していくのは北川ですが相手ボールに変わる。ベレーザ、宮川麻人、少し日差しも出てきました。電化ビッグスワンスタジアム、1時キックオフのゲーム、83分です。0対0で来ました。4位の新潟対3位の日テレ、勝ち点は3ポイント差。まあ、両チームとも勝ち点3が欲しいゲームです。中に入った宮澤ひなた、ボックス内斜めの動きでいい形でボールを受けて、さあ宮澤キープで菅野、ただオレンジのユニフォームがぐーっと中央から固めていきます。滝川優が食いつが松田氏のかわしてボックス内にそのままいけるかというところですが、ボールが離れた瞬間1回クリアしました新潟。
さて、新潟の奥山監督も日テレの永田監督もテクニカルエリア最前線、少し声を出すようになりました。84分経過、サイドチェンジ、清水に通るか、通った、ボールは生きている。清水、三浦、左足でクロスは中央、浮かせて遠藤、打てるか、出しました。もう、まあ、遠藤はポジションとしては左サイドバックということになるんでしょうが、もう左ウイングと言ってもいいような位置取りです。時間が少なくなってきました。均衡は破れるんでありましょうか。笛が鳴って日テレボール、ベレーザが選手交代、もう一人入れてきます。清水、長谷川仕掛けていく、右サイド、あっとこ北川蹴り出すが、このボールが石渕が収められればですが、うまく出しました。園田瑞希、さあ新潟相手陣内へ行って、ここでクロスを入れが山下読んでいました。さすがなでしこジャパン、いやーフィールドプレイヤー割に来て、ここは危険な目を積みました。山下が戻ってきたというのがベレーザにとってはこのシーズン終盤大きいところ。カット、松原志保、85分過ぎています。残り5分切っています。新潟対日テレ、日テレはこの試合勝てなければ2位浮上が難しくなるゲーム、そして新潟としては、ま、引き分けだと、ま、3位以上が難しくなる、両方にとって勝ち点3が求められる試合です。ホーム最終戦、殿下ビッグスワンスタジアムで祝杯を挙げたいところ、アルビレックス新潟レディース。86分過ぎた、川村が右に振る、松原がクロスを送る、このボールは松田氏の。ベレーザも攻撃に重きを置きますが、戻るところはしっかりと戻ります。新潟、石渕前を向いてシュートに行くが力がない、山下。さて日テレがもう一人選手を入れてきます。23番の原伊吹が入ろうとしています。ただプレーが消えません。奥山監督も選手交代します。続々とカードを投入してきます。清水、松田、宮沢、坂口、軽くいなすようにプレーしていきます。坂口、相手ボール、園田瑞希、うっと、これは笛は鳴りません。ベレーザボール、園田瑞希は倒れましたが笛は鳴りません。流しました、桐原主審。新潟も武田明日美が入る準備をしています。まもなく8分というところです。新潟もこのフォワードの武田明日美投入、まもなくするというところ。遠藤が大きく蹴っていきましたが、これがゴールラインを割りました。選手交代です。まず新潟は園田瑞希に代わって武田明日美が入ります。まあ、武田は153センチのいわゆるドリブラー、スピードある選手です。20歳のプレーヤー、まあ、今シーズン全試合に、まあ、12試合に出ています。
一方のベレーザは23番の原伊吹が入りました。宮沢に代わって原伊吹が入ります。新潟神尾延、川村押し上げてくる、中央パスが通ればというところ、石渕が判定する、入ってきた、園田優奈、神尾延いけるか打てるか、山下が抑えた、こらえた。守護神山下彩香がいます。日テレ東京ヴェルディベレーザ、まもなく90分を迎える、そんな時間帯です。0対0、膠着した、均衡した試合になりました。ゴールはまだ生まれていません。双方ともに交代カードを投入しました。あとは点が入るかどうか。そして守備陣守りきれるかどうか。追加タイムは2分という表示、2分目安で出ました。長谷川、いいボール、三浦さつき持ち上がる、川村、さあ新潟、取り返したベレーザ、中央2分目安、原伊吹、追加タイムの目安は2分です。リーグ最少失点のアルビレックス新潟レディースと最多得点の日テレ東京ヴェルディベレーザー、最強の盾と最強の矛の試合、0対0でアディショナルタイム、目安は残り1分程度です。ゴールは生まれるんでありましょうか。両チームともに守備陣も集中して相手ゴールを許しませんでした。あーっと旗が上がりました、オフサイドフラッグ。残り時間が少なくなってきました。ホーム最終戦で今シーズン初の3連勝をかけるアルビレックス新潟レディース、時間が少なくなってきた。日テレの分厚い攻めを後半はしのぎながらのカウンターのチャンスになっていきました。さて長谷川、右から三浦成美、もう一回長谷川クロスを送ってきたが、イ・ヒョギョンのカバー、ここは蹴り出す。勝ち点1でもしっかりと掴み取らなくてはいけません。もう時間はほとんどありません。目安の2分過ぎました。サイドを変えてというところであります。滝川夢、坂口、菅野から長谷川、中央ワンタッチですが、桐原主審の長い笛、試合終了。0対0、4位アルビレックス新潟レディース対3位日テレ東京ヴェルディベレーザは0対0のスコアレスドロー、引き分けに終わりました。勝ち点1ずつを分け合います。新潟は連勝ストップ、ホーム最終戦を白星で飾ることはできませんでした。勝ち点は27に積み上がっています。一方の2試合連続のドローとなったベレーザは勝ち点30、まあ、つまり両チームのポイント差は変わらないということです。3位のベレーザ勝ち点30となりました。そして4位の新潟は勝ち点27、両者の差は縮まらず変わらず、最終節に臨むということになります。アルビレックス新潟レディース殿下ビッグスワンスタジアムでのホーム最終戦、
相手はリーグ最多得点を誇る日テレ東京ヴェルディベレーザ、まあ、分厚い攻撃を防ぎました。守備陣の集中力は高かった。今日も無失点でした。まあ、ただ点を取ることができずに0対0。一方のベレーザ、まあ、こちら、まあ、後半攻撃厚みをかけてまいりましたが、新潟の堅い守備網を崩すことが最後できませんでした。まあ、今日は小林理香子、植木理子が帯同しないというゲームです。そんな中、他の若手のメンバーも奮闘しましたけれども点を取ることができませんでした。日テレ東京ヴェルディベレーザです。2020プレナスなでしこリーグ1部第17節、電化ビッグスワンスタジアムからアルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザのお試合をお伝えしました。0対0スコアレスドローでこの試合は終わりました。アルビレックス新潟レディースにとってはこれが今日ホームの最終戦ということになります。まあ、ですのでこの後スタジアムではホーム最終戦のセレモニーが行われます。まあ、残念ながらこのホーム最終戦、日テレ相手に勝利を収めることはできませんでしたけれども、まあ、今日も新潟らしい堅い守備をサポーターの皆さんにしっかりと見せ、まあ、時に沸かせるシーンが何度もありました。1700人以上の観衆が詰めかけたアルビレックス新潟レディースのホーム最終戦であります。2020シーズンのプレナスなでしこリーグ一部は新型コロナウイルスの感染拡大防止の対策を取りながら観客を入れて開催しております。そしてなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信しております。10月からは実況付きでご覧いただいております。なでしこリーグは来週が最終節ということになります。第10月節です。21日の土曜日午後1時一斉のキックオフとなります。アルビレックス新潟レディースはアウェーでアイナック神戸レオネッサと、そして日テレ東京ヴェルディベレーザはホーム味の素フィールド西ヶ丘で愛媛 FC レディースとの最終戦を迎えます。互いに今日の新潟と東京は来シーズンからはウイリーグに参入、女子プロリーグに参入するということになりますので、なでしこリーグ一部としての試合は来週が最後ということになると思います。最後まで両チームのこの今シーズンの戦いぶりをご覧いただければと思います。それではこの後は電化ビッグスワンスタジアムアルビレックス新潟レディースのホーム最終戦のセレモニーをご覧いただきます。今その準備をしているところになります。そこのホーム最終戦のセレモニーをご覧いただきたいと思います。こちらの実況放送コメンタリーの方はコメントの方はこのあたりで失礼をさせていただきたいと思います。アルビレックス新潟レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、なでしこリーグ一部第17節、試合の方は電化ビッグスワンスタジアム0対0のスコアレスロー、勝ち点1を分け合うという結果でなりました。この試合実況担当は滝沢雄一でした。それでは
アルビス新潟レディースのホーム最終戦のセレモニーをこの後ご覧いただきたいと思います。実況は失礼いたします。それでは、大会です。クォーターズグラウンドは、アルビレックス新潟レディースの大会のセレモニーを開催します。
本日のご来場者数は1700人、1750人。
が来年始まる中では、今日の試合をして目標としては3000人のお客様で選手たちの後押しを勝利を進めていただきたいという思いで、フロントスタッフ、それから選手、チーム一丸となって PR をさせていただきました。目標には届きませんでしたけど、本当に大勢のお客様に同じようになりましたことに改めて感謝申し上げる次第でございます。さて、先ほど新潟県の三沢知事、皆さんが会長からご挨拶を頂戴しました。今シーズンは難しいシーズンでした、初めてのことがいっぱいありました。新しい生活を知るためのトレーニング、試合を終える、それから、本当に苦しい中でも皆さんにご支援いただきました営業活動、さまざまなところでこんなことがありましたけれども、まずは無事チームスタッフ、それから皆さんと一緒に今シーズンを試合になりますけれども、リーグ戦を迎えられているところに非常に安心と同じような気持ちがいっぱいです。そういったホームタウンのスポンサー、楽しい、そして選手の協力を受け入れていただく大切なのは、学生の選手にとっています皆様でこのアルバイスを受けていく、本当に安心を育てていただいて、今日までチームを運営してくれたと思っております。来年の目標については、まだまだ明確なリーグワールドカップを含めて、まだ詰めていかなければいけないところがあります。それはまた改めて発表をさせていただきますが、まずは今シーズンのリーグ戦1試合、それから後輩が12月から始まります。福山監督のもと、本当にチーム一丸となって
ありがとうございました。続きまして、選手から挨拶させていただきます。まずは、平尾千佳選手よりご挨拶させていただきます。皆さん、こんにちは。Thank you.
3階3月決勝29決勝いけるやん無理お前たらいいですか準備が整わないマシから東の前